にちは、ペンタゴンでラップを担当しているゆうとです。今日はカオンドに来ています。カオンドは来年開かれるピョンチャンオリンピックの場所でもあり、僕が一番行きたい場所でもありました。これからカオンドの魅力について迫っていきたいと思います。さあ行きましょう、レッツゴー。めっちゃ高いです。素晴らしい、本当に高いです。これはもう想像絶するぐらいの高さですね。自分あんまりケーブルカー乗ったことないんですけど、クォングム城まではケーブルカーで約10分。ソラクさんの主峰テチョンボンから北へ伸びる稜線の頂上です。韓国はもちろん、世界各国から訪れた外国人観光客で常に賑わっています。その眺めはトップクラスとは言えませんが、クォングム城から見渡す眺望はソラクさんの中でも指折りです。はい、韓国で一番と言われている山なんですけど、本当に美しくて後ろにも海が見えて空気がきれいでいいところです。灯台の近くにあるチュムンジン水産市場はカンウォンド最大の漁港に数えられます。ここで出会った新保直美さんと川口真奈美さん。素晴らしいところです。海で採れた新鮮な海産物が安く買えるチュムンジン水産市場、一年中人でにぎわっています。街中で手軽に食べられる料理も旅の醍醐味です。その中でも大人気なのが海産物の天ぷら。いきます。すいません、もう音がすごいですね。エビがプリプリで、エビが大きいですね。やっぱり美味しいです。美味しいです。二人おすすめの他のカンウォンド料理が気になります。わあ、本当に美味しそうですよね。カレイの刺身冷麺という料理です。海を眺めながら飲む一杯のコーヒーにロマンを求めてカンヌンを訪れる人も大勢います。深みのあるコーヒーの香りと美しい風景との調和、本当におしゃれですよね。いや、カンウォンドの海を見ながら飲むコーヒーは本当に心が落ち着きます。まるで時が止まったかのような。数年前から海外でも人気の韓国ドラマ。ドラマを見て韓国に興味を持った人もたくさんいます。こういったドラマのロケ地を訪ねてみるのも忘れられない思い出になるはずです。もともとは石炭を掘る炭鉱だったサンタンアートマイン、2001年に廃校となってから放置されていましたが、今は全世界から集めたさまざまな美術品でいっぱいです。工員たちが実際に使っていた施設と品物といった炭鉱の遺物と文化芸術が融合し、素晴らしい展示空間としてよみがえったのです。中国や동남아그리고일본분들도주로많이오는그런아주그외국인들에게도굉장히인기가있는곳이기도하죠。歳月を経た空間に残る過去の歴史を保存しながらも新しい意味を見出したアイデアがとても新鮮です。ここは昔炭鉱を掘る場所でしたが、今はこうして文化芸術アートとして生まれ変わりました。本当に素晴らしいものですね。ドラマの思い出とともに出会うカンウォンド、もう一つの楽しい贈り物です。サンタンアートマインがあるチョンソンはピョンチャン冬季オリンピックの重要な舞台の一つです。ここには特色ある体験のできるところもたくさんあります。海抜の絶壁上にあるスカイウォークもその一つです。下が広々と見渡せるよう
強化ガラスで作られた展望台は雲の上を歩くようでめまいがします。韓半島にそっくりという独特な地形とトンカンの流れが神秘的です。はい、ここがですね、韓半島の形に似ていると言われている地形で、韓国でも本当に有名なスポットです。いや、本当に美しいですね。展望台のそばにはまた別の観光ポイントがあります。平昌冬季オリンピックの聖火リレーのルートとしても使われる予定のジップライン。湯戸の顔と全身から感じられるスピード感と下に広がる絶景を見ると飛んでいくような爽快感があります。ああ、終わった。はい、無事に終わりました。本当に怖かったです。でも実際降りてみると本当に素晴らしい景色も見れて、聖火ランナーの方がジップワイヤー降りてくるということなので、本当に素晴らしいアイデアだと思いました。よかったです。最高でした。平昌のチャンアム山ではパラグライディングを楽しめます。1羽の鳥のように空を悠々と飛び回れたら、誰もが一度くらいは想像するのではないでしょうか。その想像を現実のものにしてくれるパラグライディング、地面を蹴って飛び上がり風に体を任せます。いつも見上げていた青空が目の前にあります。まるで自分自身が自然の一部になったかのような爽快感。自由というのはこういうことなのでしょう。おお、でも着地が案外あっさりと着地しました。ありがとうございます。楽しみだ。怖かったです。本当に怖かったんですけど、こうやって周りを見ると本当に大きい山がいっぱいあって、なんか守られてる感じがしたので、ぜひ皆さん関門道に来たら乗ってみてはいかがでしょうか。楽しかったです。昔からここの人たちが食べてきた特色ある食べ物にも出会えます。もうまくんだよ。まくまいます。あちこちで伝統芸能と公演が披露され、市場は一層賑やかで楽しいところになります。ここはチョンソンアリランを抜きには語れません。長い年月にわたってこの地の人々の暮らしとともにあったチョンソンアリラン、時には物悲しく、時には陽気な節回しにしばし心を休めます。関温度ではどんなお祭りよりも期待されるイベントがあります。それは2018年2月に開催される平昌冬季オリンピックです。関温度関内にある平昌冬季オリンピック広報体験館、2016年1月に開館したここでは、平昌冬季オリンピックの誘致過程はもちろん、各種準備状況も一目でわかります。オリンピックを前もって感じたり体験することもできるので、多くの人たちが訪れます。その中でも最も人気があるのが VR 体験館。スノーボードとスキージャンプ、ボブスレーのような冬季オリンピックの競技種目を 4D 立体映像で仮想体験できます。
はい、今乗り終えてみたんですけど、こうやって前から風も来て自分でも操縦できるので、本当に自分で乗っている感覚でした。本当に楽しかったです。ここがスキージャンプ台ですか。高いですね。スポーツパークメインスタジアムに施設されたモノレールに乗れば、スキージャンプセンターの展望台に登ることができます。ここで選手たちがね、飛ぶということで欲しいですね。わ、雪が降ったらどんな感じになるんでしょうね。高さ約100メートルの展望台に登ると、周囲の美しい景色とともに様々なオリンピック競技場の姿が一目で見渡せます。展望台の一角には願い事を書いて下げることができる場所もあります。行間に込められた思いはそれぞれに切実で熱いものです。わ、ここで飛ぶ選手の皆さんのことを考えると今からでもドキドキしています。全力を出し切って頑張ってほしいと思います。頑張れ。スポーツという劇的なドラマの前で熱く応援する観衆の声がもう今から聞こえるようです。あいにく旅を終える時間が迫ってきました。本当に残念です。この自然の中で様々なカオンドの姿を見ることができました。いつ訪ねてもいいところ、真のヒーリングができるところ、皆さんもぜひこの美しいカオンドに遊びに来てください。待ってます。雄大な日の出が新しい朝を告げるところ、美しい自然の息吹が人々を温かく慰め新たな活力をもらえるところ、多様な暮らしの風景と新しい文化を感じるところ、それがカンウォンドです。